皆さん、こんにちは。将棋ニュース速報をご視聴いただき、ありがとうございます。今回は、第50期棋王戦、コナミグループ杯、挑戦者決定トーナメントより、 羽生善治九段対菅井達也八段の絶妙手を解説していきたいと思います本局は羽生九段が最終盤で良さそうな局面だったところまさかの投了30手前に角をあっさり正だてして菅井玉との速度計算を見切るまさに藤井聡太竜用名人のような鋭すぎる天才的な寄せを見ているようでしたけれども今回はこちらで起きた神業を初心者の方にも分かるよう丁寧に解説していきたいと思います 解説者は一撃対振り飛車ヘナチョコ級戦を出版する将棋ウォーズ八段のシュガーです。それでは参りましょう。さて、それではやっていきたいと思います。今回は先手番が羽生善治九段、そして後手番が菅井達也八段となりました。まず初手に先手番の羽生九段は初手に2・6・歩、そして後手の菅井八段は3・4・歩とついていきます。 本局は2五歩に対しまして3三角、そして7六歩と進んでいきまして、まあ後手番の菅井八段といえば振り飛車党のトップ騎士でありますけれども、え本局はここで3二銀と上がっていきます。まあ、結構直近の対局を見ていますと、ご機嫌中飛車であるとか三金飛車を対応されているなという印象を受けていたんですが、この銀上がりというのは結構四金飛車含みのそういった一手でもあります。 以下4八銀に対しまして本譜は一度端歩をついて9六歩に対しまして4四歩そして実戦は6八玉に対しまして4二飛車とここで四験飛車に振っていきます。 対する、先手版のハブヨシャルクなんですけれども、今年度2024年に入ってから、今まであまり負けているようなイメージがないかなというふうに思います。それもそのはず、なんと今年度成績は現在7勝1敗となっておりまして、勝率に換算しますと、約9割程度となっています。いや、こちら会長職を続けながら、まあ、本当に何度も言っているところでありますけれども、コロナにもかかって、そしてこの勝率を維持されている、もう本当に凄まじいことであります。もはや 多忙になってからさらに成長を続けているなというようなところで、まあ、今日の対局もすごい将棋が見れそうだなとワクワクするところですけれどもこの次の一手でいきなり菅井八段が新手を放っていきます。そちらとといいううのが6二銀という手 これはなんと、まあ本来であれば試験飛車側からすれば、まあ囲いに囲っていくというのがセオリーというところなんですけれども、ただこれというのは、まあいきなりその順を放棄していますので、何か狙いがありそうといったところです。実戦は5六に対しまして7、7二金と上がって木村美濃を目指していきます。以下5、5八金に対しまして4、4三銀。そして、実戦は5七銀に対しまして6、6一玉と進んで、 ま、おそらくなんですけれども、後手の菅井八段からすれば、先手の羽生九段がもし穴熊に組んだ際には、この7四歩から7三桂という活用を急いで、まあ、上部から一気に攻めかかっていこうと、そういった考え方もあったかと思います。まあ、ですので、いわば持久戦封じの、まあ、この囲いというようなところでもあると思うんですが、本譜は7七角に対しまして、7四歩、え、そして6六歩に対しまして、対する先手番の羽生九段も、まあ、少し工夫の陣形を見せていきます。 それが6四歩に対しまして一度6七金と上がってこれで後に8八玉と囲っていくような展開もあるんですが7三桂に対しましてここで5九角と引いていきますこれは近年の AI 将棋では徐々に見受けられるようになってきた囲いを目指していまして4五歩に対して7七桂と跳ねて これで桂馬の空いたところがあるわけですけれども、後ほど89玉から78金であるとか、あるいは88銀と上がって、いわゆるミレニアム囲いというのを目指していきます。本譜は71玉。 三六に対しまして五一金とよって、まあこれまた後手の菅井八段もちょっと居飛車力戦のような、えー、右四間飛車のようなこう囲いを採用しているわけですけれどもただこれ左右反転している場合の話で振り飛車党でこの陣形を使うというのは本当に本局が初なんじゃないでしょうか 以下玉玉に対して 8, 玉、まあ、これおそらく後ほどえこう3七角と転換する手があるんですけれどもその際に8二玉型ですと角のラインに入ってしまいますので、まあ、そういった順をあらかじめ警戒していたんだと思います。以下7八金に6一金そして3七角に対しまして6三銀と進んでいきます。 さて、これまでの対戦成績は、菅井八段から見て9勝6敗というところ、まあ結構羽生九段相手に相性のいい相手というようなところですけれども、この後の展開あたりから徐々に戦いというのが始まっていきまして、局面が煮詰まっていくこととなります。そちらというのが6、6八銀に対しまして7、7一金、そして4八角という手、そして4八角という手になります。 まあちょっと3七角と上がってから4八角と引いていくのは少し凝ったような、まあ、そういった印象も見受けられますけれども、例えば現局面で5四銀と上がっていきますと、これは5七角と今度はこちらの方に角を上がる手を狙っていまして、まあ、3七角型よりも5七角型の方が後ほど2四歩からの攻め筋というのを狙っていくことができます。ですので、まあ、この展開というのは後手も自然に駒組みをしているようなんですけれども、2四歩が見えているだけに、現局面は先手の方が若干有利というところです。 ですので、本譜はこの手に対して5、5四歩とついて、仮に例えば5七角と上がってきた際には5、5五歩からのカウンターというのを狙っていきます。ただ、現局面では、この5四歩をついたことによって、今度は別の弱点というのもできているということで、それがまた、サイドの2六角という手。今度は3七角、4八角に対して、またこちらの方に角を上がっていくということで、まあ、こういった相手の揺さぶりをしていくというのも、ハブクダンの上手いところであります。 以下5二銀と引いて、まあ、これは5三角なりの筋を受けたわけですけれども本譜は3五歩と突いていくことで駒がぶつかっていくこととなりました以下同歩に対しまして同角と進んでいきますこれは次に3四歩と、まあ、先手から打っていく筋がありますので、まあ、後手からすれば3四歩と、まあ、敵の打ちたいところに打てという風なんですが、まあ、ただ先手の方だけが一歩手持ちにできている状態ですので、まあ、不満はないかなと思います5七角に対して5五歩 そして26飛車と進んでいきます。模様としては先手の方が勝率53%程度というところ。まあ、結構56歩と取り込まれていきましても、こう手順に飛車の横行きで同車を取れるというのがこれまた気持ちいい手順になりますし、まあ、ちょっと嫌味は残っていますけれども、ただ先手を持ってみたい方の方が圧倒的に多いかなと思います。ただ対する後手の菅井達也八段も、まあ、本当に局面が仮に悪くなったとしてもかなり耐え忍んで、まあ、そして粘っていくという勝負強い棋士。 実戦はここで6一銀と引いていきまして、まあ、これがまた実戦的な一手でありました玉さえ固くしておけば、まあ、どうかでこう逆転の目が生まれやすいと、まあ、そういった一手も狙っていましてまたこの5二の銀というのは後ほどこれ5二飛車と回る筋があったんですけれどもそれができない符号にいましたですので、まあ、飛車を転換するといった意味も見せていまして以下2四歩に対しまして実戦はここでまたさらに菅井八段のさばきのテクニックというのが炸裂していきます それがなんとこの2筋を無視した5人飛車という手わずか数分で交う飛車を寄られていましたのでいやこういったところは本当に振り飛車ならではの感覚で居飛車党にはなかなかないものだなというふうに思うところですけれども2三歩なりと2筋を捨ててでもまあ大丈夫というふうに見ています以下4四角に対しまして3六飛車これは今度に3四飛車とこう飛車を縦に使っていく筋もありますので避けていきたいというところです 56に対しまして、24角、そして35角と飛び出ていきます。まあ、確かに、原曲面まで見てみれば、ようやく後手の方も飛車の縦の利きというのがいつの間にか通っていて、しかもこれ、同角同歩となった際には、まあ、飛車の横利きが一瞬消えますので、この56の拠点も生きている分、まあ、結構実践的には確かにわからないなというふうに感じます。厳密にさせば、先手の方が若干良さそうだなと思う反面、実践的には後手の方を持ってみたいような気もしてきた原曲面。 ここ辺りからはさらに両者の主張がぶつかり合うこととなりますそれというのが6五歩という手もうまさに菅井八段の我が道を行くという感じですけれども狙いとしては同歩であればそこで空いた地点に6六歩と打っていく手があります同金であれば4四角と飛借、まあ、金領土に角を放っていく手もありますしまた変えて5七歩なりとなっていく手も生じていますのでこれはさすがに後手の方が小勢というところです また、無視をしていきましても66歩がありますし、同型も同型と手順に取られて57なりを狙われてしまいますので、いや結構この局面を部分的に見るだけでは、後手の方が少し良さそうという風にもなってきたところ。ただ本譜はここからさらに羽生九段が軽い描手でこの九地というのを出していきます。それが53歩に対しまして、同車。そして44角という手。これは例えば54車と浮いてきたら、そこで11角なりとなっていきます。 あまり雪になってなさそうなこの角打ちですけれども意外と6六に対しまして同馬とこう手順に馬を引きつけて受ける手を見せていまして、まあ、馬の守りは金銀三枚と言われるところですけれどもなおかつこう馬を引いていますのでかなり味がいいというところですこの味がいいというのが本局特にポイントとなっていましていやこの羽生九段の良さが本当に前面に出ている将棋だったかなと思います えまあ、いいかこれは縦に逃げていきましても結局1一角なりで受けになっているというところがありましたので2三と車とこう回っていくわけなんですがそこでまたさらに羽生九段は味のいい手を連発していきます。それが 3, K という手 まさにこの44角から37系の活用が絶品というところで、小、まあ、商会には絶品チーズバーガーという、まあ、そういったワードもあるわけですけれども、仮に飛車をなった際には、まあ、例えば45系と桂馬を活用したりであるとか、あるいは25飛車と、ここで飛車をぶつけて、一回由を消してから桂馬を逃がしていくという順があります。 この29の桂を25に移動させるだけでも実はかなり変わってくるということで、まあ、桂馬の7馬がいきなりなくなっていきますので、まあ、これは後手陣は21の桂馬が取られてしまうんですけれども先手の方は桂馬がない分え後手から攻められにくいといった側面がありますいやまさにこういったところが将棋の王道というところでこれは勉強になる手順でありました以下33桂に対しまして本譜は65桂と跳ねて桂馬の二段活用をしていきます同桂に同歩 そして本譜は2四飛車に対しまして3四歩と打ってここで川上七段は一手一手手が広くて難しいですひとまず3四歩だとどうするんだろうと、まあ、3四同歩で2五飛車とぶつけて先手の方が調子はいいんですがただ4五飛車と回っていく手もありますので、まあ、結構ここ辺りは迷うところですねとそのようなコメントされていました私としましても結構手は広いなという局面には見ていたんですがえ本譜はこの次の一手菅井八段はまた思いもよらないところから手を作っていきます それとといいううのが95歩という手まさかの端から攻めていくということで、まあ、例えばこれ同歩であれば後ほど9八歩から9七歩と叩いてそして8五桂とそういった攻めの順というのを狙っていますまた刺されてみればというところですけれども序盤戦で9四歩と突いた手をもし仮にまあメリットとするのであれば、まあ、この端攻めというのはまさにその序盤4手目3手目あたりから刺したまあ一貫した手順でもありますのでまさに無駄にしていないというところです ただ本譜はこの手に対しまして手抜いた羽生九段攻め合っていきましてそれが2五歩という手1四飛車に対しまして4五桂とさらに桂馬を活用させていきます ししかしこの2級の桂馬が居飛車党でありながらこの4号桂と桂馬の活用できていくのは本当に気持ちいいところでありまして3四歩に対しまして3六飛車そして後ほどこう5三桂りを狙っていますので、まあ、本来は結構この2一の桂馬であるとか振り飛車党はさばくという感覚があると思うんですが居飛車党の方もまあこのようにさばいていくというのは、まあ、本当に必要なテクニックかなと思います。 以下3五歩に対しまして、まあ、これが意外にも四車角両取りとなっていまして、まあ、おそらくひっそりと狙っていた手順かなと思うんですがただ同角と取っていけばこれも瞬間的には受かるところ以下6六歩に対しまして同金そしてさらに6二歩と進んでいきます。 先手陣を目指してから辛抱していくというのはまたちょっと凝ったようなイメージがありますけれども、ただ、これに対しまして川上師段は5三形なりと自然に攻めて先手の調子が良さそうです。後手は形勢が悪いと見て粘ってチャンスを待っている感じですねと、まあそのようなコメントを述べていまして、これというのもまた菅井八段の寄付が出ているところでもあります。玉を固くしておいて、そしてまあ駒が入ったところでカウンターを狙っているというところです。 本譜は3四飛車に対しまして、6三り形、そして同金に対しまして、さらにこの次の一手が軽い名手となっています。それが6四歩という手。もしりに同金であれば、そこで7三桂という手を狙っています。意外にもこれが単純な大手銀取りとなっていまして、このふんどしの系は、例えば7二玉と逃げていきますと、自然のようですけれども一度6二一なりとなって、そしてさらに6二角なりとバッサリと角を切っていく手があります。 この3四の車はこう角を取っていくといった狙いがあったんですが場合によってはこのようにいきなり大手飛車が炸裂してしまいますのでこれは後手も気をつけなければいけませんですので同車に対しまして6号銀と打ってここあたりで気づいてみれば AI の評価値は先手の方が勝率72%となっていました このように形勢がいい時というのは自然な指し回しでどんどん後手陣を押していくというのがまさに王道の指し回しでありますので将棋の基本を教わっているような、まあ、そんなところでもありますさて対する後手からすればピンチに入ってしまったという局面本譜はここからどのように菅谷八段、まあ、こう粘っていくのかなというふうに見ていたんですがこの次の一手というのはまた少し変わった一手でありましたそれが8四角という手になります これというのは6 4銀と、まあ、飛車は取られてしまいますけれどもそこで同金と取り返していく手を狙っていまして単純な飛車銀交換ではあるんですがただ7 3桂という手を消していると同時にどうかで6 6角という金取りを見せています。 6七歩と打った手がちょっと硬いようなんですけれどもこうなった際に後手の手番となれば次に9六歩と、まあ、取り込んだりであるとか、まあ、こういった一手もまた大きいところでありますので攻めているところが少し後手の方が玉に近い分、まあ、こういった実践的な逆転の筋というのを狙っているそんなところでありますただ本譜はこの手に対しましてこの次の一手がまた羽生九段素晴らしいところでそれが6七金という手でありました この手をわざわざこう玉形を自分から乱していくといった手になるんですがたださらに考えてみれば徐々にこの真相というのも分かってくるところで先手陣というのは確かにこれで玉の守備力は低下してしまったものの後ほど9六歩と取られた際にどうかで7八玉と上がるスペースがあります。 この玉の逃げ道をこう手順に金を上がって開拓しているというのがこれまた素晴らしい発想でありましたそして本譜はこの手に対しましてま駒柱、まあ、例えば6九歩と底歩を打てば6筋全てに駒があるという状態になるんですがこの将棋はそれだけ勢力争いが重要というところ本譜は3四飛車に対しまして6四歩と打って 七三金に対しまして8五桂とどんどん羽生九段は位を主張していきますこうなってくれば先手の方はかなり攻めが分かりやすくなってきていますしまた7二金とここから引いていくこととなりますけれどもそこで6三歩りというのが更に継続した位置手となります例えば同歩であればこれは先ほどご紹介した通り7一角なりという手が金を取りながら王手飛車となっています さすがにこ取り寄きゅうでありますので、まあ、同金と取りそうなところなんですがただこれは6四歩とダンスの歩というテクニックがありますなかなかこのダンスの歩実戦でお目にかかることができないんですがその理由というのはそもそもこのテクニックを駆使した時点で大体歩を打った側がいいという、まあ、そういった側面があります現局面では気づけば後手の方が金が逃げる場所がないというところで、まあ、このように歩を打ってそして金を逃がしてからさらに歩を成り捨てて同じところに歩を打っていく、まあ、これがダンスをしているようなところであります いますのでこういいいいった名称がついているというとううこころです、まあ、こうなってしまえば後手からすればもう金を逃げることはできませんので同金と取るぐらいなんですがただこれは同銀同車に対しましてそこで手順に4六角と引いた手がこれが飛車取りと同時にさらに飛車をこうなるという手も狙っていますのでこれはもう先手調整というところです。 実戦はこの手に対しまして、まあ、いずれにしても同金でも悪いという側面がありましたので、まあ、本譜は菅井八段も完全な攻め合いというところでえ5七歩成となっていきますいやしかしちょっとこれはかなり苦しそうな展開にもなっていましたのでここあたりから徐々に先手の羽生九段の方がまあ優勢を意識という手順であります 以下7二とに対しまして同銀えそしてここで5七金と冷静にと金を払っておいて現局面は単純な先手の方が金毒となっていますので、まあ、残りの持ち時間先手の羽生九段は10分というところでありますので、まあ、結構考える時間はないというところだったんですがただ冷静にも指している様子がありましたので、まあ、ここあたりは本当にさすがだなというところでありましたそして実戦はこの次の一手から羽生九段の絶妙手がさらに大炸裂することとなりますえそちらとというののがひとまず八段の した 23k というて 菅井八段はどうやらこの桂打ちというのに希望を託していたらしく、まあ、5七歩なりと、まあ、この金との交換ではかなり後手の方が大損となっていそうだったんですがここで必ず3五の角が移動すれば飛車が取れるあるいは角が取れるという状況になりましたのでこれで駒損回復ができるというふうに見込んでいます、まあ、人並みの感覚からすれば、まあ、ここでもう最悪角が取られてしまうのであればでは後手陣に対して大暴れをしてしまおうと6二角なり飛車を取られてしまいますけれども、まあ、そこで6三歩と打って たりであるとかあるいは角を取ったり金を取ったり、まあ、こういった暴れ方というのが一目かなというふうに思うんですがただなんとこの次の一手で羽生九段が凄まじい手を放っていきますそれがなんと角をただ捨てしていく4六者車という手このあっさりと角、まあ、を明け渡してしまって私は飛車をなっていきますよという、まあ、こういった主張の仕方ですけれども格、まあ、調の高い角のただの捨て方です 以下三3五車と当然菅井八段取っていくわけですけれどもそこで優々と4一ひなりとなっていきますいやこれがタイトル99期の余裕かと思わせるようなところですけれども以下三3八ひなりにも、まあ、そこで2一竜と単純に桂馬を取っておいて次に6四桂の攻め方であるとかあるいはそもそもこの先手陣というのが意外にも金銀5枚もくっついている形でありますので、まあ、それぞれの連結があってちょっとスカスカというふうには見えますけれどもただ金属の歩あるいは5八歩という 筋もありますので意外にも硬いというところです 以下3一歩と打って菅井、まあ、八段も底歩で耐えていきますけれども7五歩と突いておけばこれで先手時に怖いところはありません5八歩に対しましてもそこで3九歩と打って以下同流に対しまして1一竜と進んでいきますまた本譜はこの次のあたりからついに羽生九段も反撃に転じていきまして菅井、まあ、八段は当然こう5八に歩を垂らしましたので5九歩なりとなっていきますただこの次の一手が思ったよりも過激というところでそれが9三強という手でありました 同香であれば同系なり同角にそこで9四強と打っていくというを狙っています。 このあまり9 3強という単純な強者捨てというのは、えー、見受けられるようなことが少ないような手筋ですけれどもここの9 4強と打った局面では角が逃げれば9 2金まででありますし意外にも受けが難しいというところつまりこの手に対しましては手抜くしかないというところでここで菅井八段は6 9とと攻め合っていくんですが9 1強なり同玉でそこで9 4強と放った手がこれまたかなりの激痛というところです この不能のらに強者を打つというのはまあよくあるテクニックなんですがその分この歩が使えないまあところでありますので詰まるところ合駒に高い駒を打つしかありません、まあ、強者を打っていきますと同胸なり同玉にまた再度打たれてしまいますので桂馬を打っていくぐらいなんですがそこで5球と打っていくのがこれまた遅延のテクニック例えば同等であればこれで一手分遅れますので、まあ、実質的に6球とから5球とと寄ってくれている分に手得となっているところですまた本譜はここで7球とと銀の方を取っていくんですがこれも同 と取っておけば意外にも攻め筋が難しいところ理由を引いてここで8八銀を狙っていっても金を寄る手がこれまた鉄壁で以か4四角に対しましても3九歩と打って先手先手で受けていきますこれに対しましては同流でも攻め筋が止まっていきますしまた理由寄っていきましても5八金打ちと弾かれてしまいます本譜はこの手に対しまして3六竜と、まあ、次のこの6六角の切り飛ばす筋をやはり狙っていくんですがそこでついに羽生九段は後手陣をがんじがらめにしていくのであります まそれが 76k という手になりますここで踏み込んでいくというのがハブ流のところで、まあ、6六角や6六竜そして1一の竜取りも見えているところですけれども、まあ、この両取り逃げるべからずという格言に従うようなところで例えば6六角と取っていきますとこれは9二なり同玉にそこで角を取っていきます。 大手の連続をしていきますと、気づけばここで9三金から後手玉は寄っている形でありまして、まあ、最後にこう玉を逃げて、角を打って、玉を逃げて、そこで6六金と角を回収していけば、同流の形の時に、ここでなんと13手詰めとなっています。これもちょっと長いんですが、8二角同金に、同金同玉、そして9四桂と打っていきまして、最後にこう3一流と寄っていく筋があります。 この際に合駒をしていきますと8人駅前となりますしまた他の場所に漁港を逃げていきましても8人駅前でありますので、まあ、こういった即済みというのを狙っているわけなんですけれどもただ現局面ではすでにハブ九段持ち時間がもうゼロとなっていまして、まあ、これすなわち病に読まれているという最中であります。 この瞬間の時にこの13手詰めそしてあるいはさらにの、まあ、こういった手順が見えているというのはこれ本当に恐ろしいところですまた本譜はここで7六桂と打っていくわけですけれどもこれはつまり9強な成からのほぼ詰めろとなっていますのでここで菅井八段も渾身の粘りというのを見せていきますそれが7三角という手、まあ、桂馬が取れるところにこんな角を引いて大丈夫なのかというところですけれどもこれにも目もくれず9三金と打っていきます この金打ちというのは次に9に金からの詰めろを狙っていますので後手の菅井八段からしても受けるしかありません8一銀に対しまして7三桂なりそして同銀に対しまして2二角と打っていきます菅井八段とすれば気づけば現局面では攻め駒が桂馬と強者となっていますしまた最後のこの2二角という手はこれが6六角と、まあ、取っていく金の筋があったわけですけれどもここで同金と取れるようにしているのが、まあ、この角打ちの仕組みというところです 手順にこの角のスナイパーで5 5、まあ、角なりという攻め筋も狙っていますし受けにも効かしている、まあ、常にこのラインというのが本当に本局肝となるようなところですけれどもついにこの2二角と打たれたところで菅井八段は投了そして現局面で羽生善治九段は139手を持ちまして勝利ということになりました、まあ、投了図以下ですけれどもまず後手の菅井八段からすれば攻防ともに見込みなしというところです 何か先手陣に対しまして軽香と角で攻めたいところなんですけれどもただこの賢陣の銀金金銀と、まあ、この金駒4枚連なっているところにさすがに攻めがないというところです。 また例えば6三強などと打っていきましても6四歩と打たれてすべ、まあ、てのところにこう駒が全部効いていますので、まあ、本当によくよく見てみればこう駒に無駄がないところですしまた同角同流にそこで再度四4四角と打っていきましても手順にこう2三竜と桂馬を取った手がこれまた7三銀に当たってきますしすべ、まあ、て計算ずくの指し手というのはもう目に見えて分かるところでありましたのでこれは投了やむなしというところでありました。 ところで羽生九段のこのさっと車を寄っていく4 6車これは本当に凄まじいっ手だったなというふうに感じます。 この角を明け渡してでも4 1ひなりから速度計算を完全に見切っているとまだこの後手玉に対して詰めろが何手先で続くのか全然わからない局面でありますけれども気づいてみれば、まあ、そこからこう2 1竜1 1竜と駒の損得も完全に計算しながらそして自玉に対する安全度も把握して通常であれば3 8ひなりとなられてしまってはちょっと先手も悪いような気もしますけれどもただこう6 6角のラインもしっかりと7 5歩と止めるような展開にしていきましたので いやここあたりのこの完璧な指し回しというのはまさに藤井聡太、竜オ名人であるとか羽生善治九段の天才の系譜でなければさ、まあ、せないものなのかなというふうに思いますこれで引き続き王座戦に続きまして棋王戦もこれ挑戦者トーナメントで勝ち上がりまして次戦は梶浦七段との対局が待ち備えているところとなりますけれども、まあ、ただ羽生九段、王座戦は挑戦者決勝戦に進んでおりえそして棋王戦も絶好調 また今年度成績もこれで8勝1敗と本当に9割近くとなっていますのでいや今後ともこの調子を引き続き伸ばして頑張っていただきたいというところです。 いかがだったでしょうか今回は棋王戦の羽生善治九団対菅井達也八段の一戦をご紹介しました。この解説がわかりやすかった、面白かったという方は、ぜひともチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。えまた、他のチャンネルとしまして、アベトナ将棋速報というチャンネルを始めました。こちらではアベマトーナメントの名場面であるとか、名曲をわかりやすくピンポイントで解説しながらご紹介しております。ぜひともチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。